娘の道重さゆみとベリーズ工房の久保里奈とキュートの萩原舞とスマイレージの和田彩子とスマイレージの田村めみです。はい、12月19日にハローチャンネルボリューム7が発売になります。イエーイ。もう7冊目だよ。すごい早いね。素晴らしい。でもダーも1冊目から参加してるよね。はい。でも今回はめみちゃんが初めてなんだよね。はい、はい、記念と祝。見たことある？あります。今までは見てる側だったので、うん、今回からは出演できてすごく嬉しいです。嬉しいね。嬉しい。そんなめみちゃんも初めてのハローチャンネル、今回の企画は第一案ダンスを、はい、ちょっと挑戦させてもらったんですけど、みんな初めてだよね。初めてです。すごい楽しかったんですよ。楽しかった。多分なんか自然な笑顔が出てきたよね、うん、なんかどう？なんですごいもう笑顔にもなれたし、うん、もうちゃんと振りにも意味があって、うん、普段私たちがやってるダンスとはまた違った私たちの笑顔とかまでが見れるかなって思って。本当だ。スマイレージはさ、笑顔を大事にしてるけど、なんかめいみちゃん特に笑顔だったよね。本当楽しそうだったね。しかもずっとジャンプしてたし、ね、楽しかったです。ダーマはどうでしたか？すごい楽しかったので、うん、本じゃないですか、うん、本だけど紙から楽しさが出ると思います。ちょっと見たら飛び出してくる。 3D すごいね。舞ちゃんはそうですね、なんかこの子のなんていうの、衣装っていうか、うん、洋服、うん、とかも初めてだし、これ布らしいんですよ。あ、そうだね。それをこうやってるじゃないですか。結んでるだけなんですよ。だから間違い起きたらね。そう、終了。そうだよね。踊り、なんか激しくやりすぎたらさ、スルッて言っちゃうよね。そう、だからなんかそれもなんかあれだし、新鮮だし。そうだね。結構薄腕だしね。そうですね。でもいやちょっとね、じんわりいい汗もかいたしね。はい、はい、本当にダンスが楽しくて自然な笑顔が、本で見れると思いますので、ぜひ皆さん見てくださいね。見てください。